はい、それでは諸君こんばんは。2年生の直角三角形、こいつをやってきました。本日は初めて直角三角形の合同の証明、これに入ったんですね。でまずですね、直角三角形の名前を確認をしていかなくちゃいけないんですが、直角と向かい合ったこの一番長い辺、このことを斜辺と言いました。斜辺というですね、これが結構重要なポイントではあったんですよね。斜辺と一つの鋭角で、鋭角の話もちょっとしておかなくちゃいけないので、この話もちょっとしておきます。鋭角というのは、実は、小さめの角、鋭い角とは書いてあるんですけど、0度よりは大きくて、そして90度未満の角、90度は直角になりますよね。そしてこの鋭角に対して鈍角というのが角であります。これは90度よりも大きくて180度未満の角を鈍角と言いますね。それではこの後証明に入っていきたいと思います。斜辺、鋭角、斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい、斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい、これが直角三角形の合同条件、2つだけあったんですね。それでは見てください。右の図で、上の図ですね、これね。OP は OP ですね。角 XOY の二等分線ですよ。だから、この角とこの角は等しいんだね。点 P から OX、点 P から OY に対して垂線を引きました。PA、PB と90度に引いたんであります。そしたらですね、 OA イコール OB、OA と OB この辺ですねが等しくなることを証明したい、こういうことですね。さあ、そしたら三角形見えるの2つしかないので、下の三角形と OA が入ってるね、上の三角形 OB が入ってる、この2つの三角形の合同を証明しようじゃないですか。そしたら三角形 OAP と三角形OBP において紹介いたしました。さあ、縦は何ですか。90度、この角が二等分線、これが縦でしたね。縦より、角 OAP イコール角 OBP、 90度ですよ、直角をアピールしてちょうだい。それから角が等しいんですよ。角 AOP イコール角 BOP だよね。はい、これで2つ、直角と鋭角出てきました。あとは直角三角形でいうと斜辺がどっかに来ればいいわけですね。キャー、ありました。ここの OP が斜辺ですよね。するってと OP って同じ辺を使ってる。例のあれですよ、 OP は共通、こんな形で書かれたわけですよね。3番です。となると 1,2,3 より3より、さあ、ここで直角三角形って言わなくちゃいけないので、普通の三角形とちょっと違うんだよ、直角三角形の証明をしてるんだよということなので、直角三角形って入れてやってください。直角三角形の直角三角形の一二三より、直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいので、さあ鋭角出てきましたが、それぞれ等しいので C ので三角形 OAP、 合同三角形 OBP である、こんな具合です。さあ、そしてこの後いつものパターンね、
OA イコール OB を引き出してくるのに対応する辺だったよね、合同名付けの合同名付けの図形の対応する対応する辺は等しいから C から OA イコール OB ですよ。さあ決まりました。では次もちょっと見ておこうじゃありませんか。こちらです。右の図で三角形 ABC、 大きい三角形ね、これが二等辺三角形だって AB イコール AC のね、そして、底辺 BC の中点で、つまりこれイコールこれだよ、もう書いてありますけどね。それから垂線をそれぞれ引きます。90度90度、となると DE イコール DF、 DE イコール DF になることを証明しろというんだから、ちっちゃいこの三角形、2つの三角形を証明すればいいんだよね。そうなると二等辺三角形の性質をここで1個使います。何かっていうと例のやつ、二等辺三角形の性質というと2つ出てきました。1つは2つの底角、これが等しいよ。もう1つは頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する、ちょっと長ったらのがあったね。でこれ底角だけ使います。この角とこの角等しいよっていうのを使っていきますね。大変申し訳ない、ここちょっと計算してもらって、ここで証明ちょっと一発見ようかなと思います。では、こちらの三角形とこちらの三角形、三角形 DEB と三角形 DCF にを失礼 DEDFC ですね、 DFC ですDFC に置いて、縦よりまず直角いっちゃいましょう。角 DEB イコール角 DFC イコール90度、はい、いっちゃいました。そしてもう一つはこれイコールこれ、DB イコール DC、 2番です。そしてここなんですけど、二等辺三角形の性質だから、ちょっとだけ書いてあげないといけない性質なんでね。二等辺三角形の底角は等しいので、角 DBE イコール角 DCF、 入りました。で123より、直角三角形の、あ、これもでも角だった、さっきのと同じ合同条件だったね、斜辺と一つの A角がそれぞれ等しいのね、それぞれ等しいので C ので三角形 DEB 合同三角形 DFC、 あとはねお決まりの文句ね、合同名付けの図形の対応する辺は等しいから、さあここです、 DEDEイコール DF、 これが結論でありました。さあどうでしょう、今日はですね、二等辺三角形もやりましたが、直角三角形の合同条件、合同を証明いたしました。もう一度確認します。直角三角形の斜辺と一つの A 角、これがそれぞれ等しい。斜辺と他の一辺、これが等しい、それぞれ等しい、これが合同条件になってます。で A 角ってなんだっけ、これも頭に入れといて、ではまた。